三同盟は1471年に、ゴッテスハウス同盟、ハイイロ同盟及びジューサイバンク同盟によって結成された同盟で、スイス、グラウビュンデン州の基礎となった。その領域は、ローマ帝国管区、ライティアプリマの中世初期の名残で、クール司教管理下のライティアクリエンシスの中核地域に相当する。 ゴッテスハウス同盟の文章1367年1月29日、ゴッテスハウス同盟は対等するクール司教とハプスブルク家の権力に対抗すべく設立された。一方の司教ピーター・ゲリト・ホンベーメンも公爵家からの年俸と引き換えに司教料をハプスブルク家に移して対抗した。同盟文書に署名したのは、聖堂参事会の特使、司教のミニステリアーレ。 そしてクール市及びドムレシュク、シャムス、オーバーハルブシュタイン、オーバーエンガディン、ウンターエンガディン、ベルゲルの地区の代表である。また1408年にはポスキアーボが、1450年にはフィアドルファーが加盟するなどその他の地域も同盟に加わった。しばらくの間ウンターエンガディンやバルミュシタヤー、フィンシュガー渓谷上流は、クール市橋梁とチロル白梁の間の、 形相地域であった。前者二つは、チロル伯領として、ハプスブルク家の支配から逃れることができていた一方、フィンシュガー警告に関しては1618年に、最後に残ったウンターカルベンが、同盟から分離されるなど自立を保つのは難しかった。とは、クールで、次の地区によって構成されていた。灰色同盟の紋章灰色同盟の、 文章灰色同盟は1395年に上ラインの渓谷で設立された。これは、ベルモント男爵領、サックス家領、レチュンス男爵領、ファッツ男爵領、ベルデンベルク白領、ディゼンティス修道院、クール司教などの地域の間における様々な対立やフェーデに対する反応としての設立である。ハイロ同盟の名は、 人々が身につけていた手織りの灰色の服に由来しており、ドイツ語のグラウエブンとはグラウビュンデン州の語源でもある。同盟は1424年3月16日にトゥルンで設立された。とはイランツで以下を含んでいた。ベルデンベルクザルカンス博が禁じていたにもかかわらず、レーベンベルク、トゥージス、チャッピーナとハイツエンベルクらの領地は1440年以前には、 同盟に加わった。1441年に、カチス修道院が加わり、また1480年には、ミソックスのメゾッコとソワッツァ近辺が加盟した。さらに1496年に、ジャンジャコモトリブルツヨは、ミソックス渓谷やカランカ渓谷の地区と共に、残りのミソックス白領の組合を支援した。灰色同盟は8つの地区で、管理されていた。 十裁判区同盟の紋章十裁判区同盟の紋章三番目の同盟は十裁判区同盟である。1436年6月8日、特権ブルク家の断絶を機に、旧特権ブルク伯領の十の裁判区の指導者が、設立した。とは、ダボスにあり、以下のメンバーによって構成されていた。同盟は主に、ハプスブルク家の拡大への抵抗を目的としており、七つの 地区で管理された。1367年のグラウビュン伝襲。同盟以前に存在していた領主を示している。1512年までの3同盟の結成3つの別々の同盟は当初は非公式に協力し合った。例えば1450年のシャムスにおけるフェーデでは、ベルデンベルクザルカンス伯爵家と対立した10、サイバンク同盟がゴッテスハウス同盟と連携した。 三つの同盟の公式的な合同会議は四百六十一年から行われていたことが記録に残っている。より密接な連帯は上の二つの同盟が灰色同盟と連合した千四百七十一年からだと考えられているが、これを裏付ける文献は残っていない。しかしこの頃が三同盟としての歴史の始まりであるとの見方が一般的である。千四百九十六年に ハプスブルク家が断絶したトッケンブルク伯爵家の領地を継承すると、三同盟は1497年と1498年にスイス同盟と連合し、3年後のシュバーベン戦争ではスイス同盟に味方した。ハプスブルク家はカルベンの戦いやドルナフ派の戦いで大敗したために戦争に敗北し、スイス連邦と連合する三同盟を正式に認めた。この 1520年のムスソ戦争で三同盟は、より、スイス連邦に接近した。1499年以降は三つの同盟の集合を超えた自由国として事実上新生ローマ帝国から分離し、16世紀には、近世ヨーロッパにおける特殊な政治組織へと発展していった。すべての決定が、コミューナリズム的に行われるという意味では17世紀初頭のヨーロッパで、 唯一の地域であり、同盟の設立や統治、防衛はすべて集合的決定に基づいていた。1524年9月23日、永久名約が憲法として制定された。これは結果的にナポレオンが1799年に解散する時まで維持された。自由国における最高権力は連邦議会で各選挙区に対して責任を おう63人の大議員によって構成されていた。議会はイランズ、クール、ダボスの3つの都市で順番に開催された。しかし今日の基準で考えると、自由国は単一の統一された州というよりは、3同盟の名の通り3つの州の連合と考えられるだろう。なぜなら、自由国としての3同盟の組織自体にはほとんど能力がなく、 同盟内の事実上すべての問題は国民投票によって解決されたからだ。1524年と1526年のイランズ、条項はクール司教の権力を制限し、3つの同盟間の同盟関係を強化した。1524年4月4日に採択された最初の条項では、司祭は受け持った地区に住み、その回収の精神的な要求に熱心に応え、 電直な生活を送ることを要求された。同時に各共同体は担当の主催を承認し、クール司教が世俗的な問題について判断を下すことを制限する権利を持った。二つ目の条項は1526年6月25日に採択された。彼らはクール司教の世俗的な権限を完全に取り除いた。それぞれの小教区は 自分の教区の司祭を選ぶことができるようになった上、司教の助任には連邦議会全体の承認が必要になった。加えて宗教指導者たちは世俗の役人を任命することができなくなり、修道院は行政の監督下に置かれ様々な10分の一税が廃止、または減額された。これらの条項により同盟の世俗的権威は、 周辺地域の中で最も強大なものとなったため、1798年のフランス侵攻まで同盟法に止まった。フランス革命軍によるスイス侵略により三同盟はライティアの行政区としてヘルベティア共和国に併合された。その後ナポレオンの朝廷法により同盟は1803年にグラウビュンデン州として復元されたスイス連邦に組み込まれた。 州の現在の憲法は1892年に遡る。キアベンナ、バルテッリーナ、ボルミオといった以前の3同盟の属州は、ライティアの一部にはならなかったものの、フランス革命の影響で反乱を起こして1797年10月10日に、チザルピーナ共和国に併合されたため、永久に同盟からは切り離された。その後委員会議を経て、 オーストリア帝国の従属国である、ロンバルドベネート王国に加わり、最終的には、イタリアのソンドリオ県の一部となった。カンピョーネも、同様に、ルガーノから切り離され、現在のティチーノ州のイタリアの飛び地、カンピョーネ・リッターアリアの発端となった。ありがとうございます。